東海エリアからオリジナルアニメが始まる。2021年放送予定のオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト。2021年放送予定のアニメ四季桜。四季桜配役オーディションに合格した名古屋声優を紹介していますが、今週は謎多きキャラクターイバラを演じるこの人。面白くなってきたぜ。人生に意味なんてねえよ。上等だ。切れるもんなら切ってみろ。圧倒的な存在感を持つ米山さんは、名古屋のテレビ局を中心に5本のレギュラー番組や多くの CM を担当し、売れっ子ナレーターといえるほどの実績を確立しています。そんな米山さんがこの仕事を始めたきっかけとは。声優の専門学校みたいなところに通ってたんですけど、教えられたことがほとんど舞台のことで、でその時の1年生のクラスのうちの、そのまあ言ったらちょっと尖った人たちがみんなで劇団作ろうって話になって、ずっと演劇やってたんです、その9年10年。当然それが、まあ、例えばナレーションでもセリフを喋ることがあるので、そういうところに生きてきたところがあったんですけど、何年かやってるうちに、こっちの方をもっと主軸にしたお仕事っていうのが、そもそも声のプロっていう以上やれないものだろうかってちょっとずっと思っていて。実は四季桜にもこのような影響を与えました。悩んでたんですよ、そのこのイバラというキャラクターを男性キャラでいくか女性キャラ、まあ可愛い声でいくかとか、もうちょっとずっと悩みながらオーディションをやってたんですけれども、この米山さんですよが出た途端、オーディションの中全員爆笑ですから。爆笑なんですよ。騒然となったとかじゃなくて、はい、爆笑というよくわからない現象がね、もう この人以外いないなと。そこで爆笑、いい意味での爆笑ですよ。米山さんのあまりの演技力に圧倒され、思わず笑ってしまったアフレコの様子をご覧ください。ムカついちまったんだろう。その気持ちよくわかるぜ。その様子を聞いて米山さんはどう思ったのでしょうか。嬉しい反応なんです。なんかその真面目にドーンってぶつかってって、みんながわって笑ってくれるっていうのは、つまるところ、その、まあ、スタジオ内にいた皆さんがその僕のやったことに対して何かしらの感動があったことだと思うんですよ。こういう表現者冥利に尽きるなってつくづく思ったので、その話を聞いた時はなんかやっぱりこのオーディション受けてよかったってなんか思った感じですね。イバラという役を演じることをどう感じているのでしょう。人間じゃないものをやっぱり演じさせていただけるっていうところっていうのは、多分人間を演じる以上にもしかすると難易度が高いのかもしれないっていうのもありまして、やっぱり重要な役でもあるし、すごく責任のある立ち位置の役でもあると思いますし、まあ、人間じゃないということは人間じゃない発声をしなければいけないってことだと思うので、獣にならなければこの声は出ないと思って、なのでもう普段ナレーションとかじゃ絶対使わないような音域の声から、その下の方のうおーっていう、そのなんかデスボイス気味なというか、そういう声までもう縦横無尽に使って、その人間じゃないんだよ僕はねっていうところを、まあ表現できたらいいなって。もしそのモニターの前でなんだこりゃって言って笑っていただけるとか、あーって唖然となるとか、そういう反応がもしあったんだとしたら、もう本当にあーやっなんかこの役いただけてよかったって思うのもそうですし、まあ、実際それがでもできなかったら僕多分
イバラっていう存在としの、まあ、魂を込める側としてイバラにちょっと失礼かなっていうのも正直あって、実力派が降臨したっていう感じで、本当にナレーション喋りとしてのプロではあるものの、もう他が異様すぎて、まあ、なんだろう、こっちとしても、まあ、猛獣来たなっていう感じがあるから、その猛獣使いとして、まあ、しっかり、ね、マネージメントしていかなきゃっていう思いはありますけど、まあ、でも本当四季桜に彼が加わってくれたっていうのは、なんかこう芯が一本ねできたし、多分今一番謎なイバラっていうのが、まあ、すごくキーキャラクターになることは、ね、予想できると思うんで、まあ、そういった部分では彼に背負わせてるものも多いし、まあ、米山信吾というのが名前が顔があの風貌が世に出ていけるように僕らはサポートしてるって感じですね。僕的には自分の人生丸ごとかけてぶつかっていくつもりでオーディションを受けたので、なんか役者人生全部を注ぎ込んでそのイバラっていう役をもう本当に綺麗に形にしてあぜんとさせたいので、なんかもう1話目2話目とかも関係なく全話通してあのあいつについ目がいっちゃう耳がいっちゃうっていう存在になれたらいいなっていうのもありますし、何よりその喋り手である僕のこともたくさんの人に知ってもらえたらいいなっていう